浄土宗プレゼンツ朝のひととき。今日も私ダウンタウンにあります浄土宗にお邪魔しています。ご紹介しましょう。田中光道さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。こちらこそ。さて、世界的に非常に驚いて、そして悲しいニュースがありました。そうですね、スリランカでね、はい、またテロがありまして、そうですね、300人以上の方が亡くなるっていう、はい、本当に痛ましい事件がありました、はい、ありました。本当に冥福を祈りたいと、それだけですね。そうですね、はい、はい。さて、話は変わっていきますが、明るい話題も、ね、そうですね、ドジャース、はい、ね、今年、はい、調子いいですね。ちょっと前にプロレスの話をしましてね、はい、興味のない方には大変意味のない、そんなことないと思うんですけど、まあ、今日もちょっと今日野球寄りの話になりますけどね、はい、はいはい、ちょっとドジャースを見てて、はい、今年調子いいなって。いや、いいですね。この間新海さん球場行きました、行きました、はい、ね、本当にトップデッキからの眺めは、ドジャースタジアムのトップデッキ本当に美しいですね。そうなんですよ。でも意外とね、席を取ろうとすると意外と安かったりするんですよね、いや、でも非常にいいです。でね、そのまあこのメジャーリーグのベースボールを見てると、うん、はい、やっぱりその中にもね、このキリスト教の神観というかね、一神教のその創造主っていう考え方から、はい、出たものっていうのがすごく見て取れると思うんですよね、うん、例えば選手がホームラン打って、はい、喜んで帰ってくるんですよね、はい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 、でホームベースに帰ってきた時に、はい、ほとんどの選手が両手で点を指して、うん、いや本当そう。あるいは打った瞬間とかもね、はい、で胸を叩いてね、こう、はい、あれも神様ありがとうですよね。そうですね、バスケットボールのダンクシュート決めた時なんかもやってますよね。そうですね、はい、あれやっぱりその神に対する感謝ですね。そうですね、はい、でまあそういうところから、うん、その神が作った個人だと、うん、はい、その点でみんなが平等だっていうのが、うん、まあこのキリスト教の一神教の建前ですから、そこからその個人主義という考え方が出てきますよね。そうですね、はい、でやっぱりそこのところで、うん、この間もちょっと話題になったと思うんですけど、はい、東京でね、うん、引退試合をやったイチロー選手が会見しましたよね、はい、しましたね、であの時に、はい、もう一つ僕気になったコメントがあってね、うん、はいはい、イチロー選手、野球の面白いところって何ですかっていう質問に対して、うん、はい、団体競技なんだけど、うん、個人競技の部分がある、はい、そこがすごく言ってましたね、面白いってね、うん、おっしゃってましたね、はい、でこのコメントに対して、うん、広島カープに菊池選手っているらしいですね、はい、いますね、はい、でこの菊池選手っていう若い選手が、うん、イチローさんのコメントちょっと違うと思うなるほど、まあ、イチローのことは敬愛してる、そうなんですけど、はい、でね、みんなで勝つのが野球だと思う、うんうん、で広島は今家族になってると、うん、でこれが個人の集まりのチームが一丸となってっていうレベルに落ちないように頑張ってんだと、趣旨はね、なんとなく分かります。でもじゃあ例えばですよ、この個人競技の部分、送りバントでもいい、盗塁でもいい、リリーバーでもいい、一つ一つに全部数字となってうまくいったかいかなかったか、もうシビアに現れますよね。もう細かく出てきます。でもそれがまずできないと、そのチームを家族とするならば、その家族からは出されてしまうことが、家族にも入れませんし、ね、入れませんしね、はいはい、その場に上がってくることもできない、はい、だからものすごくシビアな個人競技としての、うん、評価、ね、対象される部分があるんですよね、はい、ありますね。でこれができて初めてその団体としての勝利があって、うんうん、そうですね、はい、でイチロー選手はその個人競技なんだっていう部分のところは、要するに、うん、彼があれだけのことを成し遂げた、うん、それだけの準備を個人として、はい、そうですね、ね、うん、するんだというところですよね、はい、面白いなと思うのは、うん、この宗教に基づく個人主義を掲げる、はい、このアメリカのスポーツ国技は、はい、野球、そうですね、バスケ、はい、そうですね、アメフト、アメフト、そうですね、これは全部団体競技、ね、団体競技なんですよね。そうですよね。これで、うん、まあじゃあその菊池選手の言うように家族なんだ、うんうんうん、っていう日本の国技、はい、お相撲、個人ですね、はい、まあ、柔道、これも個人です、ね、剣道、個人ですね、空手、はい、全部個人ですね、全部個人なんですよね、はい、これすごく不思議ですね、不思議ですよね、はい、つまり、うん、その、まあ、柔道にしても、うん、剣道にしても、うん、道という字がつきますよ ね、はい、つまりこの競技を通じて自己を高める、うん、自己を清める、うん、という皇帝のことを言ってるんですよね。そうですね、はい、だから一郎選手の言う団体競技の中にある個人競技っていうのは、この野球道っていうか、はいはい、こういう部分のことだと思うんですよね、野球の道を、はいはい、だからそれもやっぱりこういう広いこのメジャーリーグの世界に対比があるから、うん、ああなるほど、日本に
の菊池選手がこういうこと言うのも分かるし、うん、一塁選手がこういうことを言うのもなんとなく分かるわなと。やっぱこう両方を経験してきているそのやっぱり一郎選手の強さっていうのはありますし、ね、それはあの野球選手とか運動選手に関わらず、うん、はい、ここに住んでる我々も同じことを求められると思うんですよ。私どもがね、広い目を持って、はい、でいろんなことを感じていかなきゃいけないですよね。で、まあ、今年もドジャースを応援したいですね。まあ、今のところ調子がいいんで、調子ですからね、はい、これが何ヶ月後かにああって言ってないようになっていただきたいと思います、はい、ということで今日もありがとうございました。